はい、ということで、5月21日に迫ったブレイキングダウンの、試合発表していこうかなと思います、はい、お願いします、じゃあまず一つ目、高校生出ました。OJ VS ヒカピーヒカピーがねーいいんすよ。ちょっと今度コラボしようかなと思って。おー、近々ね。大出世やんかそれ。出世したよね。面白かったね。面白かったよね。もう顔が面白いもんな。だから言っていいのかわからんけど、なんかそのさ、ふてくされた顔してるじゃん。いや、オーディションを盛り上げてくれましたよね。かわいいよね、なんか高校生って、うんうん、で、まあ高校生に関してはヘッドギアつけて、はいはい、やります。安全面を考慮してね。そうです、そうです。安全面大事なんでね、うん、まあこの試合は、まあ温かい目で見てもらったらね。まあでもさ、いいよねこれ、うん、高校生やってよかったなと思うな、うん、いや、いいよね、話題になってるしね、うん。清水亮太郎バス塗り棒。まあここはね、はい、お笑い枠というか我らが塗り棒ですからね。そうです、そうです、はい。まあ、別に彼に強さは求めてないんで、本和感とさせてもらったらいいかなっていう。会場を少しだけ温めてもらって、ね、少しだけ少しだけね。関谷雄二郎バーサスカマル、うん、まあ、これはオーディションでもね、もう完全に決まったような流れだったんですけど、うん、まあ、関谷さんは昔からね、地下格も100戦ぐらいやってるし、うん、戦いのなんか中毒者ですよね。いや、ほんまにアウトサイダーももちろん出てたし、うん、まあ、僕なんてね、豊橋で浜松なんで、すごい近くて。確かに隣やもんね。そう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 、うん、なんかね、あの豊橋のクラブに関谷さんがやってるセキュリティが来てたりして、はい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 、俺揉めたこともあるんですよ、なんか。そこも因縁あったんや。豊橋時代ね。でもまあ仲良くはさせてもらったんだけど、はい、おー、はいはい、結構セキュリティとなんか喧嘩になったこともあったし、なんか地下格闘技なんてさ、うん、試合してもまあ良くても1万とかじゃん、うん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 、そんなんでさ100戦ぐらいしてるんだから本当に戦い中毒者だよね。まや、本当だね。で、カマル君はまあブレイキングダウンで、まあ、頭角を現してきてて、うん、まあまあ強くなってきてて、そうだね、まあ、これはね、ブレイキングダウン対アウトサイダー的な、うん、まあそんな確かに見方もできるような試合です。はい、はい、で、4つ目です、うん、キックボクシング、うん、青 VS ヨチ、うん、青選手がさ、せいなちゃんに勝った杉田選手に勝ったじゃん、うん、結構大金星じゃない？いや、本当に本当に、ね、いや、青さんしかもブレイキングダウン6で出て女性初の KO 勝ちしてるから ね、うん、もうちょっと切れやすいけどね、非常にね短期なのかもしれないですね。短期すぎるけど、見てると、はい、で、まあ、岩地さんも強いけど、うん、まあ、セイナちゃんに負けてますから、三段論法でいくと相当強いんじゃないかっていう、まあ、岩地さんのチャレンジみたいな感じの試合になるかもしれないですね、これは、うん、はい、5つ目です。 DJ リッキー VS、はい、ラージャイ片岡ニキ片岡ニキ、そうだ、片岡ニキと、うん、まあ、喧嘩屋、はいはい、まあ、練習してんじゃねえよみたいなね、うん、言ってましたね。こういう子も待ってましたよ、うん、ブレイキングダウンは間違いないです。全然練習してない、もう勢いの子、うん、どんどん待ってますんで、こういう子がね、勝ち上がってくれると嬉しいんだけど。いや、本当に本当に、まあ、片岡ニキは多分格闘技やってたんじゃないかな。あ、経験者なんや多分、あの動き的にね。うーん、その経験者を、うん、喧嘩自慢が倒すのかっていう、ね、でも気合入っててね、うん、かなり、うん、面白そうだったけど、はい、これですよ今話題の、はい、土屋雄太VS 溝口裕二これはおもろいよ。いや、ここで溝口さんの名前をね言う日が来るなんて、ね、ついにね、まあ、皆さんが求めるならとか言って求められまくってたから、ね、はい、やらざるを得ないっていうところで、ね、そうですね、まあ、溝口さんがねやられるところも見たいんですけどね、俺は。あ、うん、個人的にね、はいはい、個人的にそれを見て笑いたいっていう想像できる笑ってる、うん。でも、あの土屋くんって子は非常に面白い、新しいなんかね切り込み方をしてきた子で、TikToker みたいで、でも21歳なんでしょ、これ。え、すごい若いから。そうなん、ええ、有望よね。有望ですね、それは。もう次からひな壇クオリティだな、クオリティはね、うん。いや、ここでちょっと溝口さんに大金星をあげれるか、
勝ったら ねもういよいよね、いや本当にそうですよ、うん、ブレイキングダウンのスタイルに踊れてますしかも体重も関係ないなんて言ってね、うん、本当だ、面白い面白い、うん、夏井健バスエイドポロキング出ました。松井くんは俺の喧嘩自慢九州編かな、うん、福岡編かの時に、まあ、一番一緒に行ったもんね、うん、一緒に行ってあの時に一番目立ってた子で、そう一番強かったよねあの時に、そうだね、うん、で満を持してって感じで出てきた、いやこれ楽しみっすよ、彼も結構体重全然ないと思うんだけどヘビー級で出るんだね、うーん80、90ぐらいしかなくないの、え、あ、90ぐらいしかないの、だってちっちゃいじゃん背、あなんか詰まってそうやけどね、身はなんかって俺より全然低くなかった、あー低かった、でエドポロキングって言ったらもうね、うん、100キロぐらいで体脂肪ですから、体脂肪 13% とか言ってそう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 、結構不利なんじゃないかなと思うけど、あのねオーディションの時に戦ってた子もなんかでかいはでかいけどなんか素人っぽかったから、うん、まあどうなるんでしょうね、普通にまあ楽しみだけどね、これどういう風に戦うんだろう松井くんか、うん、楽しみだなこれ、いや8つ目ですね、はい、七原良樹 VS、うん、乾さん、乾さんは結構初期の方からブレイキングダウン、ブレイキングダウンバズる前から出てもらってて、うん、で、まあ、TikTok で結構有名だよね、十種、うん、競技でもうすごい戦績を収めてるって、あの柱事もやってたけどすごい身体能力の持ち主なんですよ、すごいえぐい、で七原くんは最初ね勘違いイケメン出てきたなと思ってたんだけど、だんだんこう練習してるのが強くなってきてね、そうだんだん実力が上がってるよね、そうね、将棋2期で負けたけど、うん、結構強くなってるし、そうキャラクターもいいしね、喋、うん、りができるじゃん、やっぱ元ホストですから、うん、うん、まあ、この試合も普通に楽しみだね、うん、楽しみです。9個目ですね、はい、原田優奈 VS 坂本龍香、はいはいはい、このね原田さんはすごかったね、うん、ずっとぶち切れてましたよ何かに思春期なんかもしれないね、もしかしたら思春期って年じゃないでしょ結構ね、ぶち切れてました、でも、はい、意外に、うん、打撃うまかったよね、うまかった、やっぱプロだからね、うん、で、坂本選手は、まあ、パンちゃんリナとかの、うん、エキシビジョンを経て、うん、この間プロ戦でも勝ってるんで、うんうん、まあブレイキングダウンからね、ちょっとずつこうプロに行こうとしてる中、まあ、ここで実力派同士っていうことですよね、しかも女子初のプロ同士の試合っていうね、うん、うん、楽しみですよ、楽しみですね、うん、続いて10個目、はい、というのがユーラ、ユーラ対、ソトヘボ、うん、これはね、超実力派同士じゃないですか、うん、いや本当にこの子びっくりしたもんね、急戦急勝だったっけ、ね、確か、うん、そうで一瞬でね、まあ、吉本の人がどんぐらい強いのかよくわからなかったけど、うん、で、まあ、この試合はね結構実力派同士かなと思ってるし、外辺坊くんは本当にポテンシャルすごいと思ってるんで、すごいよやっぱミッドとか受けてもさ、威力すごかったから、うん、あ言ってたね、うん、この勝者とかは結構ブレイキングダウントップレベルに入ってくんじゃないかなって、あこの階級のね、外辺坊くんもね結構だ勝利に来て強いじゃん、強い、あの山本選手も勝つし、勝ってるからね、それに勝ってるじゃん、その山本君って、うん、だから結構トップの方でいるんじゃないかなって、確かに実質この階級でトップかもライト級でね、うん、っていうね、めっちゃ楽しい、だから結構普通に面白い試合になります。喧嘩道で重大告知、ブレイキングダウン8の予想企画、なんと当たった方には勝利者全員のサインが書かれたポスターをプレゼントいうようです。喧嘩道をインストールして動画を見てるあなたも勝利予想に参加してください。さらに追加キャンペーン、なんと黒石さんが喧嘩道でキャラクター化ということで、招待コードを入力すると必ずもらえるのでぜひインストールしてください。11個目、ジャッキー VS カズヤやねんけど、はい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 、これね、ジャッキーっていう変なちっちゃいサングラスねかけたコメオがぶち切れてるね。そう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 。まあ、ジャッキー君は喧嘩ボタルロワイヤルで優勝してるの。うん、ああ、じゃあ強いね。そう。で、カズヤやねんけど選手は、うん、京都の近くだったりとかで、チャンピオンになったことあるぐらいの実力。アウトサイダーももちろん出たことあるし。もう近く頂上決戦みたいな。そういう感じですね、これは、この試合は。
地下格ってなんかいいよな。なんかさ、バキだと本当の地下格闘技場じゃん。だけど地下格闘技って別にクラブとかでやってる、金網でやってるやつじゃん。うんうんうん、地下格闘技場作っちゃうの面白くない？ブレイキングダウンでバキみたいな。いいっすね。一回やってみたいよね。砂の上で？砂の上は危ないから。例えばそのマットだけの砂っぽいなんか。はい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 。天下一武道会みたいなブロックっぽいさ。めちゃくちゃありだね。あり。で続きまして12、トラノスケ VS トシゾー、うん、この子すごいよね、ハードパンチ楽しみなんですよ。なんかジョリーに勝ってるとか言ってね。19歳だっけ。そうやっぱオーディションの時の映像見てもパンチとかすごいポテンシャル高いもんね、うん、高かった。踏み込みの速さといい、なんかパンチのハンドスピードと威力といい、うんうん、プロでやってった方がいいと思うよね、早く。ね、うん、ね、もったいないよね。なんかこれも近くでくほんまにそう、歳三厳しい戦いになるやろな、これ。歳三もでも強くなってない最近。めっちゃ強くなってる。ボクシングめちゃめちゃ上手くなってない、うん、普通に面白い戦いになると思うけど、うん、虎之助くんが勝ったら、うん、あれと見たいよね、あの富澤くん。あ、見たい。見たくない？見たい。面白くない？いや絶対面白いそれ。いやそれいいっすね、これ。この子相当ポテンシャルあると思うよ俺。高い高い。地下格ばっか出とらんとね、早くプロ行けよって思ってるから俺。すごい珍しいね、そんな言うの。いや、なんか持ってるポテンシャルがすごいじゃん、体が。はい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 。西島恭平 VS 山川祖輝。はい。この西島くんってすごかったね、うん、空手の世界チャンピオンだっけ。だったかな。すごい動き良かったよね、うん、53キロ級でなんか時代を作るとか言ってて、うん、なんか明らかにプロの動きだったもんね。いや、本当に本当に山川くん、なかなかちょっと厳しい戦いになりそうですね、これは。この西島くん、勝っちゃいそうなイメージだけど、俺印象的に。山川くんもあのさ、ひな壇争奪戦で、あの政宗くんに勝ったじゃん。あ、そうや。だからすごいよね。上がってきてるよ。うん、あの本番に強いよね、山川くんって。うんうん、まあ、この試合は多分相当スピーディーな戦いになると思います。確かに、バッチバチの殴り合いになりそう。楽しみだな、これ。14個目、グレートサタ VS 安井ヒロ。おこれもね、なんかね、うん、同じような経歴の2人なんですけど、うんうん、まあ、経歴は全然違うから、グレートサタって結構すごい経歴だったから、うん、なんか話が本当なら、全部 MMA 柔術とかキックボクシングとかも含めて、全部9年以上やってるみたいな、うん、で、柔道もかなりの戦績を収めてるってことなんで、うん、聞くだけだと、安井君の上位互換みたいな感じだね。そう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 、うん、まあ、ただ安井君が最近すごい強くなってるんですよね、うん、練習 ね、今日もやったけど、だいぶ強くなってきたなっていう、うん、そろそろプロ戦も出てもいいかなっていうディープとかって思ってるんで、うん、組強いからね。組強い、うん、まあ、この試合も楽しみです、ね、15個目、戸塚優斗 VS 富澤大地、うん、まあ、これもオーディションでね見てもらったと思うけど、オーディション会場に来てその同じグループの中で結構実績はすごい同士の戦いで、うん、まあ、勝ったんだけど、うん、まあ、富澤大地って言ったらもう今ブレイキングダウンでね一番強いんじゃないか、この階級では。いや、一番強いと思うって言われてるんで、もうここ食ってきたらすごいけどね。うん、スターになりますよ、いきなり。間違いない。まあでも難しいんじゃないかなと思うけどね。いや、楽しみですね、この試合。うん、千代井翔太 VS 西谷大成。はい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 。これね、この子もあれだよね、大阪の喧嘩自慢の大将だった。これ大阪喧嘩自慢編の、そう、俺がボッコボコにした子だよね。あのミドルで 2,3 回倒れてたね、確か。あ、でもルーガーさんに勝ったのはすごいよね。そうなんですよ、そう、びっくりした、まあ、ギリギリの試合だったけど、うんうん、まあ、ギリ勝ったじゃん、うん、でも、まあ、西谷くんかっていう、まあ、西谷くんもだいぶ強くなってるけど、うん、結構打撃ヒヤヒヤするじゃん。ヒヤヒヤ。俺だからブレイキングダウンの場が結構彼にとっていい、なんか練習場所になってんじゃないかなと思って。はい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 、なるほど。顎もらうからヒヤヒヤするよね。この間も試合、まあ、ギリギリ勝ちましたけど、ディープで、はいはい、あの辺をねやっぱね修正していかないと、トップどころとやったらね、まあ、俺らやったら合わせちゃうじゃん簡単に。うん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 、その辺をしっかりと、練習していってもらう、まあ、今回練習みたいなつもりでいってほしいね。なるほど。でも喧嘩島はもう1分だったら倒すってつもりでくると思うし、食ってやるって感じでくると思うんで、うん、まあ、これも面白いっちゃ面白いですよ。次17個目、はい、ドンマイ川端、うん、VS ヒロヤ。来ました、ヒロヤ君。はい、まあ、ヒロヤ君はね先日ディブで激闘を繰り広げ、まあ、惜しくも負けてしまいましたけど、まあ、だいぶ強くなってるところで、
まあ、ドンマイ川端さん、ドンマイさんはね、元日本代表なんですよ、柔道。でもドンマイって感じになりそうだけどね、これ結果的には。本当にうまいこと言うな。本当になりそうじゃない、結構、まあまあ、どうやって勝つのっていう、うんうん、でも MMA の1分やから、ちょっと分からないっちゃ分からないかもしれない。まあぶん投げまくってね、あの安井君みたいな。そう、確かに確かに。なんか気付いたら判定で取られてたっていうパターンもあるかもしれない、もしかしたら。ひろや君ここ負けたら相当痛いぞ。いや、前回正宗君にね、一発もらっちゃって、なんか悔しい敗戦だったけど、ここもなんかぶん投げられまくってさ、ブレイキングダウンルールでは負けましたみたいなのがちょっときついよな。ねえ、ちょっとそうならないように頑張ってもらいたいですね。続きまして18個目、はい、マキベイ VS ホッソン。これはもう本当の実力者同士なんじゃない、楽しみなんですよ。日本記録持ってますからね、アキベイさんっていうのは。アキベイさん強かったね。そう、15連続 KO 勝ちしてるっていう、ハードパンチャーだ。そう、これはブレイキングダウンルール強いだろうね、うん、この辺がやっぱりトップ踊り出て、あの外へ僕君たちと戦うのみたいよね。あー、確かに。でホッソンもなんか最近強くなってるんですよね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。なんか慣れてきてるよね、ブレイキングダウンルール、うん。しかもこのアキベイ選手とホッソンさんは昔一回戦ったことあるらしくて、その時はホッソンさんが負けてる、で今回もこうリベンジマッチ的な感じでブレイキングダウンでなるっていうね。面白いですね。いや、面白いですよ。ザナとは世界でも大注目の国内ナンバーワン Web3 メタバース。誰でも簡単にアバターやゲームが作れて稼げて出会えるアプリザナ。ブレイキングダウンや有名選手たちも登場。全ての人にもう一つの居場所ともう一人の自分を。ザナ、こっから、韓国対抗戦です。はい、韓国勢みんな体でかくなかった？でかかった。なんか一個違うよね、でかさ。ちょっと なんかね、軍人さんやってるからっていうのもあるのかわからないけど、でこれ全然全敗もあるんじゃないかレベルだと思ってて、おお、もしね、韓国勢に全敗しようもんなら、今度ライジンでまた対抗戦したいけど、ロード FC 俺たちが出てさ、ちょっとロード FC と対抗戦でも面白いね。ライジンまで持っていくそれ。そう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 、いやいや、社長とか やろうよって言いそうじゃん。先ほどさん言いそうやな。言いそうや。めっちゃ言いそう。なんか出稽古いた時言ってたじゃん、うん、なんかやつら あの練習はライジンみたいなオープンヒンガーでガチスパなんでしょ。そう、アホでしょ。ほんまに昔の俺の回やん。そうやね。そう、普通にガチで殴ってくるからぶん回し であと、うん、なんかオーバーワークなんでしょ、めっちゃ。めちゃくちゃもう3分ね、当たり前みたいな。で徴兵とかもあって、うん、でバンバンに鍛えてると思うんですよね、体。気性荒いイメージあるな。あー、わかるわかるわかる。オーディションの時もちょっとこう日本人に対してちょっと敵意みたいなのを感じましたもんね。感じたね。ちょっと、うんうん、なんかガチで言ってるんですよ、この韓国勢に関しては。マジでムカついてるっていうか、うん、で舐めてるし本当に、うん、でそれに対してそのひな壇軍団もみんなブチ切れてるっていう、本当のなんかね、盛り上がりが生まれそうなっていうか、まあ、その、まあ、一つ目っていうか、はい。この人は結構秋山さんの弟子でちゃんと格闘技を鍛錬してる人なんですよ、うん、あ、なるほど、うん、だから信原くんは結構厳しいんじゃないかなっていうのは思ってるんだけど、まあ、信原くん毎日朝練来てるじゃん。そう、来てる。で結構体強くなってるよ、うんうん、普通にここを超えてったらすごいなっていうのも思うし、これはもうじゃあ弟子対決っていう感じなんですね、うん、これはなんか負ける可能性の方が高いんじゃないかなと思ってる。この相手の方が強いと思うな俺は。これを超えていったらすごいけど、うんうん、で、まあ、20個目、はい、サキト VS 黒石、はい、うん、サキト君が、まあ、韓国勢として今回出ると。そう、満を持してね、うん、まあ、なんかね、言ってたよね、いろいろ日本に来てからそういろいろ差別を受けたりとか、うん、まあ、そういうなんか過去の自分と戦うみたいな気持ちで出たんじゃない。うん、それこそバンさんのあれで言うと生産みたいな。はい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 、なるほどね、うん、そういう差別とかいじめにあった人ってその人にしか分からない、なんか消えないものってあるじゃん。そうだね。そういうもののなんかさ、恨みじゃないけどそういう気持ちで言ってるんじゃないかなっていう。韓国対抗戦じゃなくても全然組まれてた可能性のある戦いだったから。ブレイキングダウンではね、確かに。ここに関してはね、国がどうとかじゃなくても、うん、それ面白い試合だと思うんだけど、うん、まあ、でも黒石さんは逆に韓国対抗戦があったら絶対出させてくださいみたいな言ってたから、愛国心がすごい、日本代表として行きたいみたいな。確かに。だからめちゃめちゃ気配出ると思うな。日本背負ってる感じもめちゃめちゃ出てるもんね、黒石さん。
ということで次21個目、はい、ジョン・ジョイル VS ショイニキ、うん、9人にキスね、9対1の喧嘩で勝った男。そうだ、結構でかかったな、この人。でかかった。うん、で、あとなんか余裕がにじみ出てたよね、うん、誰でもいいよ、みたいな、うんうん、いや、ほんとそんな感じだった、この人。結構リーチだいぶ違うんじゃないかな。ショイニキも強いけど、うん、185ぐらいあったから階級も1個上なんじゃないかなっていう。はい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 。わあ、なかなか苦戦です。苦戦を強いられそうですね、これは。ただやっぱ翔雄にきもね、あのひな壇争奪戦から勝ち上がってこの韓国対抗戦まで、そうだ ね、しかも次の日やってるからね、あの7点後の7点、すごいよ。すごい、ほんとに。多分ほんまに翔雄にき頑張ってほしいです、これは。22個目、はい、イ・サンギル VS 樋口武宏。あー、これか。なんかゴリラ対ゴリラみたいなの言われてたね。なんか似た者同士っていうか、うん、グラップラー同士なんじゃなかったっけ。確かそうだったと思う。 MMA ですもんね、ルールも、うんうん、これも結構盛り上がってましたね。バチバチ喧嘩してましたね。これどんな試合になるんだろう。キム・アムゲ VS、はい、ウリタジョシ。ここもバチバチやったね。これエグかったね。バチバチやった。じゃあこのさ、キム・アムゲっていう人、うん、格闘技歴なしって言ってんのよ。おお。だ、耳は開いてんだよね。だ、本当に喧嘩番長だったのか分かんないけど、はいはい、あと体もムキムキだったじゃん。まあムキムキだった。ウリタさん吹っ飛ばしただけでさ、吹っ飛んだの。うわーって。そう。で、あれでウリタさん手首怪我したって。そうなん。本当に経験なしかな。経験はないと思うよ、でも。なんか一勝一敗ぐらいだったかな。1回ぐらい試合してるみたいな。でも格闘技は歴がないとか。ああ、なるほどなるほど。本当の喧嘩やって言ってたね。へえ。これ結構ね、あの吹っ飛ばし方見るとウリタさん大丈夫かなって思っちゃうけど。ウリタさんもうね、ずっと勝ってるからね。そうなんですよ。ここで気合を見せてほしいな、日本の。間違いない。ユン・ヒョンビン VS パンダカラ。この人すごい韓国で有名人みたいなね。ああ、そうやね、書いてたね。そうそう、お笑い芸人で、うん、めっちゃ有名人らしいから。へえ、そんなに。と、まあバン中村さんということで、はいはいはい、バン中村さんも強いからね。強いよ、バンさん。でもその相手の人もお笑い芸人であるけど、ロード FC とか出てるらしいから、うん、で勝利してるとかなんとかあったんで、そう、普通に強いと思う。続きまして25個目、ホ・ユジン VS コメオ。出ました。なんかね、すごいギラギラのなんかメイウェザーみたいな、ね、感じのラッパーだっけ、うん、ラッパーやったと思う、確か。だいぶ体格差あったけどね、うん、で、コメオがなんかネックレス切ったかなんかでぶち切れてたね。あ、これ高いんだぞとか言って。ここも結構バチバチでしたからね、コメオ君と。これもね、結構強そうだと思うよ、うん、なんか体格的にもそうだし。みんな強そうやと思う、だってそれ。なんか全然なんか日本人全般あるなと思っちゃうもんな。いや、確かになんか話聞いてたらほんまそう思ってきたね、なんか。うん、いや、頑張ってほしいな、マジでみんなに。まあ、これはもうオーディションで見てるんで、もう言うまでもなく楽しみでしょっていう感じです。はい、で26個目、はい、キム・ジェフン、これ VS ノッコンってやった。これはね、ノッコン寺田やりすぎよ。いや、こんな水かけまくっちゃぶち切れてたからね。もうだってオーディション終わってさ、もう退散って言ってるのに、一人だけずっとにらみ聞かしてもう帰らなかったから、キム・ジェフンさん。しかもなんかもう怪獣2人がもう暴れてるみたいな感じだったもんね。これやばいっしょ、ほんまに。マジでよくあるやろな。なんか韓国のマフィア対なんかヤクザみたいな、日本のなんかそんな構図に見えたんだよ、目の前が。これもう大迫力の試合になること間違いなしですよ、本当に。キム・ジェフンさんがさ、うん、たまに日本語出してくるよね。うん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 、殺すぞとか言って。それが結構ツボで、あれ日本語うまいなって。27個目、コ・ソクチョル、うん、バーサス、ケイノスケ。ここがね、ケイノスケさんが男気、ね、代打出場決めましたね。本来ならテル君だったんですけど、テル君がね、うん、ぶち切れて一本背負いしようとしたら腰が重すぎて自分の足が折れるっていう。いや、俺あれ恥ずかしかったよな。韓国勢がみんなね、笑ってね。あー、うん、いや、でもテル君は体張ってくれたんだけどね。張ってたんだけどね、うんうん、ちょっとね、なんか負けたみたいな感じあったよね、あれ。なんかそんな感じでやっていきたいよね、うん、韓国の。そこでケイノスケさんが代打で、かっこいいね。いや、さすがですよ、ケイノスケさん。バチンと決めてほしいですね、ケイノスケさん。これはいっちゃうんじゃないかなと思ってるよ、俺。いっちゃう、俺は。28個目、はい、イ・サン・グン VS 川島優斗。これミスターブレイキングダウンのお出ましですよ。はい、ここで。これですよ、これ。でもこの相手もさ、なんかボクシングの韓国でなんか相当強いって言ってたじゃん、うん。
言ってた。なんか相当なぐらいになりそうだよね、うん、マッチもちゃんもやばそう、これほんまにやばそう。普通に強そうだと思うんだ、うん、絶対30秒以内にどっちか倒れそう。確かに確かに、うん、29個目、はい、パクヒョン軍 vs ジョリー、うん、ジョリーこのパクヒョン軍ね、うん、俺に喧嘩売ってきてて、うんうん、なんかブレイキングダウンのやつらじゃなくて朝倉未来でやらせろよみたいな、ね、そう言ってた、ずっと言ってた、うん、プレゼント渡してきて、うん、T シャツを見たら俺があのロード FC で負けた時のなんか映像じゃなくて写真が載っててさ、すごい手の込んだことやってくるね。そう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 、こいつ舐めてるなと思ったけど、これはもうジョリー君にバチッと言わしてほしいね。これは言わしてほしいけど、うん、結構強そうだったけど、ね、ロード FC で結構3戦ぐらいしてくるらしいから、うんうん、ジョリーよりは全然その実績上だから ね、うんうん、で最後ですね、はい、パク・ウォンシク VS、うん、イータマさん、うん、この選手はヒートのチャンピオンだったんだっけ、うんうん、普通に強いっすよ。イータさんより正直実績は全然上なんで、全然チャンピオンですから。しかもこの試合は本当にこうスマートに、唯一スマートに決まってましたね、これは、うん、なんかお互い寄り添ってやろうぜ。まあでもお互いになんかねリスペクトあってね、うん、バチバチしてたよね、なんか、うん、なんか静かに、そうメラメラしてたね、飯田さんが。間違いない。これはどうなんでしょうね、お互いが認め合ってたからな。これ全部楽しみやな、韓国対抗戦楽しみすぎるな。全部楽しみやな、うん、まあなんか今後の、うん、なんていうの、ストーリーも続いてって、なんか俺たちまでね派生してたら面白いけどね。いや、うまいね、と楽しみだね。楽しみです、はい。まあ、5月21日、ね、開催のブレイキングダウン8です、これが。ペーパービューおよびね、会場観覧チケットは概要欄とコメント欄にリンクを貼っているので、そちらからご購入いただけたらなと。会場観覧チケットは700なんで、まあ、結構少ないんで、すぐ争奪戦みたいになっちゃうと思うけど、うん、まあ、ぜひね、この30試合ぐらい、もうすごいボリュームなんで、まあ、ぜひね、生で見てもらえたら嬉しいし、はい、まあ、来れない方はペーパービューでリアルタイムでね、はい、なんか一緒に熱くなってもらえたらなと思います。うん、ブレイキングダウンを一緒に盛り上げてくださるスポンサーがいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。はい、じゃあそんな感じでね、結構今回オーディション映像から試合前の期間が短いんで、うん、まあ、皆さん熱を持ったのね、うん、見れると思うんで、はい、5月21日ね、ぜひ楽しんでもらえたらと思います、はい。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 Yeah!スペシャルアドバイザー朝倉佳によるスペシャルコンテンツ、オーディションの舞台裏や大好評ハードパンチャー企画第2弾も公開予定。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。この番組は喧嘩道ザナオニマルホームエクシア、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。